じゃあな、そのネット誹謗中傷も言われて、でほんまにいることがあったらもう勝手にな削除することもあんねんね。そやけど、なんでパクトナカイみたいなあんなやつも、あんなひどい繰り返し、なんていうかな、壊れたテープレコーダー、サムソン電子みたいな、壊れたテープレコーダーみたいな繰り返し、あれ洗脳のな、技法やろ。韓国人お得意の、な、韓国人お得意の洗脳の技法やろ、あれ。な、あれな、韓国人お得意の洗脳の技法やろ。な、あれ、韓国人お得意の洗脳の技法やろ。な、あれ、韓国人お得意の洗脳の技法やろ。な、あれ、韓国人お得意の洗脳の技法やろ。で、まるで、サムスン電子の壊れたテープレコーダーみたいな同じことばっかり言ってるやろ。な、まるで、サムスン電子の壊れたテープレコーダーみたいな同じことばっかり言ってるやろ。な、ほんでな、結局、ヨハネ黙示録で書かれてあるやん。主に対して女が罵詈雑言何、どのぐらいか何かの期間に言うよったやつの。